はい、トラポンです。今回の動画はですね、今週日曜日に行われます、東京の11レース G3、ネギシステークス。こちらのですね、メンバー考察の方の動画を作っていきたいと思います。はい、まずはネギシステークスの金5年の傾向ですね。まあ、決闘傾向はね、まあやっぱりダートの短距離の重賞ということでね、まあ3ー系以外のね、やっぱ血ですよね、がまあ多く絡んでるかなと。 あとは番手1ですよね。金5年見てますと、逃げ切りはないと。番手、2番手から行った馬も馬券圏内に来てないということですね。4年前のモーニングが3番手から馬券圏内というか1着になってるぐらいです。基本的にはですね、中段ぐらいから行った馬いやね、後ろから行った馬がですね、多く馬券に絡んでる印象があると。あとはね、この上がりを見てもらえばわかるんですけども、 金ね、5年中、重馬場が2回、やや重が1回ということで、まあ、比較的足抜きのいい馬場状態で行われていることが多いんですけども、まあ、でもやっぱりね、重賞レース、まあ、フェブラリーステークスを目指す馬たちの、ね、戦いということになりますので、まあ、アッパー上がりはね、最低ラインがやっぱ35秒台中盤ぐらいですよね、もう、まあ、去年のね、レースが一番。 タイムがね、かかっているんですけども、まあ、それでもね、やっぱ35秒9、2着の揺らの音でも35秒9、まあ、勝ったコパのキッキンは35秒4ということでね、まあ、両馬場であっても、やっぱり35秒台の上がりは必要ということで、やっぱりね、スピードだけで押し切れるような、そういったね、レースではないの、ないのかなと。やっぱある程度ね、溜めていって、最後もそれなりの足を使えるまではないとですね、 まあ、馬券圏内に来るのは厳しいということでね。まあ、あとは年齢をね、見ますと、近5年ですとね、まあ、8歳馬もね、馬券圏内に来ていると。で、6歳馬とかもね、まあ、比較的高齢馬、7歳馬もね、馬券に絡んでるということで、そこまでね、明け4歳馬が断然有利とか、というようなね、そういった傾向は出てないと。やっぱ、ダートのね、 短距離ダートのねあの馬というのは結構ね息の長い馬が多いですのでそこまでねあの年齢が若い馬がねあのめちゃくちゃ馬券に絡んでいるというような傾向は見られませんあとは筋量面ですよね比較的重たい筋量あの5 8キロのね馬とかでも全然、まあ、馬券圏内に来ているかなという感じですよね まあ2年前のノンコの夢も5 8キロで勝っていますし、3年前のベストオーリアも5 8キロで来ています。4年前もグレープグランデね。10番人気の人気そのまでも5 8キロでレンに絡んでいるということでね。金量も特にね、実力がある、あるならばですね、特に金量が重いからといって、まあ、嫌う理由もないのかなと。まあ、やっぱりね、単純に、まあ、この東京1400メートルでパフォーマンスをね、出せる馬というのでね、 あのかなとあのね、素直にね、実力を評価する形で私はいいと思います。ですのでね、必要以上に金量が重いから今回は無理だとかですね、あこのまあ年齢がだいぶいってるからちょっと危ないんじゃないかとかね、そういった点はね、特に割り引く必要はないのかなといったふうに思います。はい。それでね、まあ、今回のネギシス X ね、まあ、登録が まあ結構ね、あのー、多くてですね、まあ、登録場が22頭、でまあ、フルゲートが16頭ということで、まあ、抽選対象がね、ブルベアイリーデと、帝、ま、王、あ、ヘリオス、この2頭が、どちらか1頭が出れると、今現状ですね、回避がなければですね、で除外対象場がドリュウ、クリノケンリュウ、ロワー・ブソリュウ、ジャスパー・プリンス、イーグル・バローズという馬たちがね、まあ、今のところ除外対象場ということになりますので、 まあね、除外対象する可能性がないね。まあ、馬たちからね、まあ、一頭一頭まあ、今回はね、ああいう絵を順でいこうかなというふうに思っています。ということでね、まずアードラーの方からですね、あの、見ていこうかなと。で、今回ね、先ほどサンデー系が、まあ、連にねよ、あんまり絡んでないということなんですけども、まあ、登録馬の時点で、ね、サンデー系の馬がもう、えー、ノボバッカラ、ブルベア、イリーで、ワーブソリューといったことでね、まあ、あとはもうサンデー系以外なんで、 まあ、決闘もね、特段そのこの決闘は来てないとかいうことでもないので、まあまあ、人気どころだとねブルベア・イリーデと、まあ、テオー・ジニアスもねゴールドアリュールク区ですが、ゴールダーリュー,、まあ、ー,ー,ールはね1回絡んでいるので、5年金5年でもねまあ、そこまでねあの神経質になる必要はないかなという,ふうに思っています。ということで、マ、ま、ー、あ、ドラーの方からねあの見ていきたいんですけども。 まあ、アドラーのね、これがまあ成績なんですけども、うん、まあそうですね、このままは1400メートルのね、まあ、レースでも、それなりのね、あの、末脚は使えるタイプということでね、まあ東京の1400メートル、2018年度になりますけども、まあオープン特別のね、グリーンチャンネルカップでね、まあ3着に来ています、この時上がり35秒9の上がり2位ということでね、 まあ左回りのね、1400メートルでも別に特にね、あの、あのパフォーマンスがね、著しく落ちるということはないんですけども、ただやっぱね、金層のね、まあ、成績がね、まあ、ちょっと振るわないという感じも、まあね、ありますね。はい。まあ、前層もね、スバルステークス4着ということでね、あのまあ上がりも35秒7の。 足を使って1位なんでね、あの特段その能力がね、あの完全に衰えたとかいうことではないんですけども、まあ、やはりワンパンチね、ちょっと足りない印象かなと。ただまあ、展開がね、あの向くばというかね、あのそれなりに前がね、あの必要以上に厳しくなればですね、あの上がりの足だけは毎回確実に使えますので。 全くいらない馬かと言われましたらね、そういった馬でもないかなと。まあ、あとは東京がね、あの今回開幕週になりますので、まあ東京がね、あの必要以上にあの上がりを使える馬の方がね、有利な馬場状態になればですね、まあこの馬も十分馬券圏内に絡んできてもおかしくないのかなと。 まあもちろん根岸セク先ほどの,ね傾向との傾向があるとお話しした通りですゲ、ね、ー、まあ、げ馬先行馬、番手馬,の馬がほとんど絡んでないということなので、まあ、基本、差し有利な重賞レースなんですけども、それでもですねあの秋開催の東京もね非常にその後ろから来やすい馬場状態の日がねありましたので、まあ、そういったねもうとにかく後ろから上がりを早く使える馬が有利な馬場になればですね、 このにもですねあのチャンスは出てきてるのかなというふうに思いますはいで続きましてはカフジテイクということでねまあカフジテイクまあ過去にねあのネギシセイクスで構想歴があるんですよねただもうそのカフジテイクもねあのもう8歳になってしまったということなんで まあそのね若い時にあのねこのねギシステークス2017年度ですよね、勝ってるんですけども、ただその頃のの能力がじゃあ,あるのかと言われますと、私はやっぱだいぶ衰えてきたかなということなんですけども、ただこのもねあのもね、本当、どんじりからいって、上がりの足だけは毎回、早い足を使うと。 で、前走私はですね、阪神のまあギャラクシーステークス、この日の阪神の場はとにかく後ろから行く馬が有利だったということでですね、 5 9キロの金量だったんですけども、私はまあ馬券的に狙っていたんですけどもね。ただ、後ろから行ったんですけども、まあ、カフジテイク本来のですね末足はまあ出なかったと。まあ、上がり4位の36秒1だったんですけども、まあ、もちろんね、金量が5 9キロだったという点もあるんですけども、まあ、ただそれでもね、私はもう少し上位争いに絡んでほしかったかなと。やっぱ年齢から来る衰えはね、まあ、否定できないのかなといった感じでですね。 まあもちろんね、今回カフジテイク56キロで出れますので、まあ一発あっても不思議でもないんですけども、まあただね、どうでしょうか。まあアドラーとカフジテイク的に私は能力はね、まあほぼほぼ同じぐらいなのかなと。まあやっぱ状態面ですよね。ただ長距離で、まあ、金ね、 3層4層ぐらいよりもですね明らかに調教が動いてるとかそういったね押せる材料があるならばですね狙っていってもいいのかなとただ一応傾向にはね後ろから行く中段から行く上がりの速い足が使えるタイプということでね傾向には合っていますのでもちろん3年前に勝ってますのでね 人気が著しく落ちるならばですね、まあ、馬券に組み込んでもいいのかなという一頭になりますね。はい。で、続きましてがコパのキッキングということで、まあ、コパのキッキングが去年のね、勝ち馬で、まあ、今回、金量5 8キロと、まあ、金量の58はね、 まあ前走のカペラステークスでも圧勝していますので、まあ、特に問題はないと。まあ、あとデータ通りね、58キロの金量でも、根岸クス先ほどの金5年の時にもお話ししました通り、まあ、全く問題ないということでね。で、今回は藤田七子ジョッキーではなくてですね、まあ、去年勝ったマーフィージョッキーということで、まあね、やっぱりその1400メートルだとね、一波のまあ距離が長いことは間違いないんですけども、ただマーフィー騎士が去年ね、実際に乗って勝ってますし、 まあ前走もね、あの先行する競馬、まあ、逃げない競馬ですよね。で、しっかり勝ってきていますので、まあ、今回のレースでもですね、おそらく去年のような中断からの競馬になると思うんですけども、まあ、そういった意味で前走ね、あのそこまでその点にね飛ばしていかなかレースをした,したというのはね、私はまあプラスには出るかなとはいうふうには思っていますけども、けどもなんですよね、 ただ、その、去年の場合はですね、カペラステークスが、もう本当に追い込みからのローテーションだったんですよね。まあ、去年のカペラステークス、これ見てもらえば分かるんですけども、まあ、14番で13番手と、も本当に、もう後方一気の競馬。で、今回はですね、まあ、一応逃げた競馬ではないにしろですね、まあ、去年よりは先行してきてからのローテーションなんですよね。その点がですね、若干、まあ、不安があるというほど大げさではないんですけども、 去年のように中段ぐらいまで下げたポジショニングで競馬ができるかという点がですねやっぱちょっと不安があるとすればそこかなとやっぱりある程度馬がねあの最近のレースぶりやっぱり前に行こう前に行こうっていうやっぱりそういった状態になっていますので去年よりはですね中段からあの構えた競馬が去年よりはしにくい状態になってるんじゃないかとやっぱり馬は走る距離を知りませんしやっぱ前走の記憶を 伝って走るとということがありますのでもしですね小バのキッキングが負けるとすれば、まあ、そういった、ね、ところじゃないでしょうかねやっぱり去年との,その競馬をしてきた流れが違うよと去年はずっと後ろからの競馬を続けての連勝での根岸聖騎で最近はですね逃げて勝ってで、まあ、先行で2着でとで前走も好位からの競馬で してきたということでね、その、してきた競馬の内容の、あの、ステップが違うということでね、そこの点だけが不安かなと。まあ、去年、当然、勝ってるんでね、その、この距離がダメだとか、この競馬場が合わないとか、そういうこと言ったことはありませんので、まあ、そこの点だけがですね、少し、あの気になる点かなという感じがいたします。で、続きましては、サングラスということで、まあ、この馬はね、 発災馬が来てるとはいえ、この馬は、まあ、激ウということで、まあ、最近のね、成績を見てみますと、やはりもう、だいぶね、能力的には衰えてきたかなと、まあ、2019年の2月にね、まあ、東京の1400メートル、まあ、バレンタインステークスですね、こちらで、まあ、勝っているのでね、まあ、この距離で、まあ、勝った経験はあるといいですね、やっぱり、その時のタイムからもね、やっぱり、ネギシステークスのレベルまで上がってしまうと、やっぱり1枚から2枚落ちるかなと。 いうことでね、まあ、年齢からも考えて、やはりもう少し、ね、メンバーレベルが下がって恵まれた条件じゃないと馬券圏内はやっぱ厳しいかなというふうな感じですね。はい、続きましてがスマートアバロンということで、はい、スマートアバロンですね。この馬はまあ8歳馬ということでね、まあ、最近ね、3層全て馬券圏内に絡んできていると。 特に3走前なんかはね、全く人気がなかった11番人気の状態で、下、まあ、月ステークスね、あの後ろから追い込んで上がり35秒3という、まあ、メンバー中1位の上がりを使ってね、まあ、追い込んできたと。で、2走前は先ほど言った通り、ギャラクシーステークスね、あの、まあ、後ろが有利な馬場状態で、まあ、この時も追い込んで2着と。で、前走のスバロステークスも、まあ、筋五58キロというね、まあ、そんなに。 軽い筋量がない状態で、もうしっかり、まあ、上がりにの足を使って追い込んできたと。まあ、8歳なんですけどもね、まだまだ元気かな、ということでね、まあ、今回、筋量が56キロになりますので、まあ、最近ね、ずっと58キロとか57キロとかで走ってきた、あの、ことから考えるとね、まあ、56キロというのは、まあかな、かなりね、子ま,まにとっては軽い筋量で出れるな、という点は、まあ、大幅なプラスかなと。 まあただね、この馬も、そこまでね、そのなんて言いますかね、その人気になって走ってるというよりもね、どちらかといえば、ノンマークの状態でもね、人気薄の時にそに馬券圏内に来てるケースがまあ多いかなと。まあ、5走前の3着のね時も11番人気で,で、3走前も11番人気2着、で前々層も7番人気2着、で前走層も2着2着に来たのにもかかわらず、まだ5番人気で3着と。 いうことでね、まあ、今回どれぐらい人気になるかなということなんですけども、まあだから最近来てるからといってね、あのどん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 まあ人気が上がっていって、その、この馬で大丈夫だっていう感じで飛びつくのが危険かなと。だから、やっぱりね、その、年齢からね、その、さらに馬が強くなる、上昇するということはないわけですので、いかに維持できるかということになりますので、やっぱり、 最近の三相はね、どちらかといえば、馬場のね、あの馬場や展開に恵まれたけ、ね、部分も結構ありますので、あまりこの馬から、その、がっつり勝負するということはですね、やめた方がいいのかなと。まあ、やっぱり連したり抑えるとかね、そういったまあポジショニングかなというふうな感じですね。はい。で、続きましてがスマートダンディということでね。 はい、この馬は明け6歳ということで、まあ、比較的ね、このスマートアバロンとね、スマートダンディは同じようなレースを、まあ、2走ね、あのあ前走はね、スマートダンディーとスマートアバロンが同時に出てで、まあ、スマートダンディーが勝ったということでね、まあ、前々走はね、結構まあ不利があっての負けということで、この14着は正直度返しでいいということでね、まあ、この馬も1400メートルの、ね、距離を基本的に中心に使ってね、 まあオープンに入ってからも、まあ堅実に走ってるかなと。馬券圏内も来ていますし、3走前はまあ4着前にね、負けて、馬券圏内は外れていますけども、まあ比較的安定しているかなということなんですけども、ただね、そのスマートダンディはまあ安定してるんですけども、その爆発力という感じはないんですよね。だから、 オープン特別みたいな、ちょっとメンバーの質がね、下がってる面あの構成だと自分の力だけは毎回走るんで、まあ安定して走るんですけども、その上がりの足もね、メンバー中常に毎回その早い最速、要するに上がり3位のね、上がり、メンバー中上がりの3位の上がりを毎回使うというタイプではなくてね、前走はまあ上がり2位なんですけども、どちらかといえばね、先行でうまく立ち回って勝つというような、 バケン圏内に来るようなタイプですので、ネギシセエイクスはね、やっぱり、もう少しなんて言いますかね、上がりが確実に使えるようなタイプの方が、やっぱりバケンに絡みやすいという感じがありますので、そこまでその立ち回りの上手さを求められてないんですよね。ですので、やっぱりワンパンチ足りないかなと、結局、その自分だけの、 力を毎回出すすんですけどもこのメンバーに入ってしまうと、やっぱりですね、やや落ちるかなという感じでですね、このやっぱりこの間からも狙っていくというタイプではないですよね。やっぱ年齢からもこれ以上、そのどん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 強くなるということはやっぱりありませんので、もう明け6歳,6歳ですのでね。だから私の考えといたしましては、ここで出走して、まあ、負けてですね、 やっぱ関西、関西地区のね、京都阪神のオープン特別の1400メートル戦で、まあ負けた後に出てきて、まあ巻き返すと、で、そこで買うというような形が、やっぱベストなんじゃないでしょうかね。やっぱちょっと、ワンパンチ足らないかなというような印象があります。続きましてがダノンフェイスですね。この馬がスパルスイクス前走を買ったと。 で、まあ、ダノンフェイスもね、まあ、7歳馬ということで、まあ、この馬も、間違いなくその能力がね、これ、こっからどんどん上昇していくということはないと。で、前走は13番人気とね、全く人気がない状態でだったんですけども、まあ、府中のね、1600メートル、普段ずっと1400メートルを使っていたんですけども、まあ、ここでね、上がり1位の35秒0という上がりをね、繰り出して、まあ、34秒9の、 タイムの3着だったとまあ武蔵野ステークスは比較的ね私はレベルは高かったんじゃないかなとワンダーリーデールとねあのタイムフライヤーが2着だったんですけどもまあだからここのね金儀走で、まあ、すごいいい内容を見せているんでねまあ馬の状態は非常にいいんでしょうねだから冬場になってねこうやってあの走ってるということでこの時期にもねあの非常に合ってるということなんで、まあ、東京の 1400m もね勝ちくらが あ,のありますので、まあ、特にね、あのケチつけるところはないんですけども、ただこの馬まねあの、そこまでその全力で押せるかといいますと、まあ、やっぱりね、まあ、年齢からその上昇度はないんで、まあ、なんて言いますかね、安定傾向のタイプの馬かなと、まあ、果たしてこのメンバーに入って勝ちきることができるのかなという感じで、まあ、ただね、傾向からいけばやっぱり、 上がりを使えるまであの中段、ね、から後ろから競馬ができるということなので、まあ、やっぱ馬券圏内から、ね、切るというのはまあなかなか難しいかなと特に3連形の馬券を買う方は、ね、やっぱり3着まではねあの毎回ここ金層の、ね、内容を見てると上がりは確実に使ってきてますので まあなかなかね馬券から外すのは難しいかなと、まあ、だからねダノンフェイスがどれぐらい人気になるのかなということなんですけどもただ、もしですね1、まあ、番人気はおそらくコバのキッキングだと思うんですけども、まあ、2番人気、3番人気でガツって変えるタイプの馬かどうかと言われますと私はそこまではね信頼はできないかなと、うん、やっぱり人気薄で前々走走ってね、まあ、前走、まあ、それの流れでまあ来てますけども、まあ、だから反動,、ね、反動もありますからね あの人気椅子で激走,し激走が続いた後というのはねだからなかなかそこまで3回連続構想できるのかなという感じも正直ねちょっとはやっぱ疑った方がいいかなという感じはいたしておりますはいで続きましてが帝王ジーニアスということですねはい帝王ジーニアス はい、帝王ジーニアスはね、まあ、前走カペラステークスのコパノキッキングの2着だったということなんですけども、まあ、ただ前走はね、もう、着差が2馬身2分の1につけられて、まあ、完敗の内容だったかなと、まあ、なんとかかんとかね、あの、後ろから行っても最後ギリギリ、まあ、2着に食い込んだという感じでした。で、まあ、前々走もね、あの、鈴鹿コーズラインがもう、京都得意な鈴鹿コーズラインが完全なマイペースでね、まあ、これも届かないのは仕方がないのかなということでね、 最近のはね、確実にまあ追い込んできて言うんですけども、ただやっぱりそのオープンの1400メートルという点でね、やっぱりちょっと分が悪いかなと。やっぱ1200メートルではね、切れる足は使えるんですけども、1400メートルだとね、結局その5走前、6走前で、まあ阪神と東京でね、まあ負けていますのでね。 まあ、その1400メートルの時はね、そこまでその、後ろから行く感じの競馬ではなかったんですけども、まあその1200メートルでね、もう少しじっくり足を溜めた方がこの馬の、あのー、持ち味が生きるということで、まあ最近はね、じっくり後ろから行ってるんですけども、だその作戦でね、今回1400メートルで最後までその、最近2層のようなね、足が最後まで使えるのかどうかという点ですよね。 だから私はこの前やっぱりこの過去のね、成績を見ると、やっぱり1200メートルがベストなのかなと、やっぱ1400になるとね、やっぱ末足がやっぱ甘くなってしまうんじゃないかなという懸念がありますので、やっぱ強くは押せないかなと。まあ最近は調子いいですけどもね、うん、まあその点がやっぱりちょっと不安かなと、やっぱ距離の不安ですよね。はい。 で、続きましてがドリームキラリということで、まあこれは8歳馬なんですけども、まあドリームキラリね、この馬もね、非常にその、マイペースで行った時はしぶといということなんですよね。で、まあ4層前まで遡ると、4層前は非常比較的ですね、スムーズに逃げられたんですけども、 まあ、エルムステークスはもう完全にハイペースで、まあ、これ負けるのも致し方ないと。で、武蔵野ステークスもですね、かなり、まあ、前半競りまして、まあ、これも正直無理だったと。で、前走もですね、うん、やや手間取った部分があったんですよね。だから、なかなかこの最近の負けた内容はですね、まあ、すんなり選定を取れてないということなんですよね。で、すんなり選定取れた時は本当にしぶといと。 いうことなんですけどもただ、そのすんなり仮に先手を取れたとしてもね、やっぱり若干、やっぱりその持ちタイム的なものとかね、そのこの馬の限界走破タイムを考えるとですね、やっぱり根岸セークス、X、までレベルが上がってしまうと厳しいかなということですよね。だからやっぱり23秒台中盤ぐらいまで決着タイムが落ちてこないと、この馬の構想確率は下がるかなと思うよ。う ほぼ展開に恵まれてもギリギリ3着ぐらいなのかなと。いうことなんですよね。まあこの馬もね、どちらかといえば賞金持っていますので、結構金、59キロのね、あの、金どり走ることも、まあ2着来てるときは59キロなんですけども。だからやっぱりですね、重症、このクラスまでなるとやっぱり2が重いかなと。まああとは先ほどネギシセクスの傾向で見ていただいた通り、逃げた馬はレーンに絡んでないということなんでね、 まあ年齢からもまあ8歳ということでまあこれ以上の上積みはもうね能力的なことは期待できないわけですのでやっぱりもう一回ドリームキラリがまあ馬券圏内に食い込むチャンスがあるならばですねやっぱりこの4層前6層前みたいにねやっぱオープン特別でまあ結局下からね上がってきた馬たちが混ざったようなねやっぱりちょっとメンバーレベルがまあ下がったレベルでさらに すんなり先手が取れるというようなですね、やっぱ条件がかなり揃っていかないと無理なのかなというふうに思います。で、続いての大バカラということで、まあこの馬もね、8歳でね、まあよく元気にね、走ってると思います。正直、JBC もまあ4着と、まあ前走の兵庫ゴールドカップもね、4着ということでね、まあ年齢の割にはまあ走ってると思うんですけども、 ただ、東京のね、まあ、先ほどから何回も言ってます通り、ネギシステークス、最低でもやっぱ上がり35秒中盤以上の足は使えるタイプではないと厳しいよっていうお話ししたんですけども、この馬はそういったタイプではありませんので、まあ、今回のメンバー構成と、まあ、傾向から言ってもまあ無理かなというふうに思います。で、続きましてがブルベアイーデということでね、まあ私前走ね、スバロステークスで、まあおすすめのね、馬としてこれ取り上げたんですけども、 ま、前走を見る限りですね。まあ、やっぱり前前走と前、3走前の、まあ、東京の1400メートルのパフォーマンスはですね、やっぱり足抜きのいい重馬場、不良馬場の恩恵がやっぱりあったのかな、ということですよね。で、その前の1着の時も1600メートル、東京の1600メートル、この時も重馬場なんですよね。 で、さらにその前まで遡っても、京都の戦用で勝ってる時のね、この2月3日のレースも、これもやや重もということで、やっぱ足抜きのいい馬場状態が、まあ条件なのかなと。まあ、前走もややもだったんですけどもね、ただ前走、まあ結構、まあ勝ちに行った機場でですね、まあかなり、まあいつもよりはですね、まあポジション通りに行って、まあち、あの道中もね、かなり、あの、前に前にその馬をも、あの、そのじっくり乗るというよりはですね、 早め早めの競馬を心がけた点がまあ響いてまあ上がりも37秒0とねまあ平凡な上がりだったんですけどもまあでも仮にじっくり乗ったとしてもですねどうなのかなとまあ全然そうは結構強い内容だったんですけどもねただまああれもうまくちをさばいたと言われ言われれば確かにその点もあるんでねうんだからやっぱり構想条件といたしましては足抜きのいい ババ状態少なくともね、やっぱ重馬場とかぐらいまでですね、馬場状態が来ないと、まず構想するのはちょっときついのかなと、前走を見る限りでね、ん、だからやっぱりちょっと厳しいのかなというような気がします、正直。期待はしてるんですけどもね、まだまだ年齢的には上積みきあってもいい年齢なんでね、ブルベア・イリーィは4歳なんで明け。 はい。で、続きましてが、ミッキー・ワイルドということで。はい。まあ、ミッキー・ワイルドはね、あの、まあ、ずっと、まあ、安定して走ってるんですよね。二章クラスの、この東京の2018年からね、まあ、1600メートル。この時に2着でね。まあ、その前はずっと芝使ってたんですけど、まダートに変わってからもう一回もね、馬券圏外にして、あ、外れてないということでね。まあ、確かに安定感もあるんですけど、ただ二章クラスをね、勝ち上がるまでに結構、時間を要したと。 いうことですよね。で、3勝クラスはまあ一発でね、東京の1400メートルで通過できたと。ということで、まあ、プロキオンも2着。まあ、この時はね、やや重ね、決着タイムを1分21秒3というね、まあ、アルクトスは非常にね、その後の活躍を見てもらえば分かりますけども、まあ、かなり強いですからね、まあ、その2着だったら、まあ、まずまずなのかなと。 で、前走のオープン特別下月ステイクスでもね、まあスマートアバロンに、あ実際に先着しているわけでなんでね、まあスマートアバロンより弱いということはまあ、少なくともないと、いうことでね。まあ、この馬もね、大崩れはしないのかなと。で、中段から後ろからの競馬、あの、馬たちがね、あの、断然に馬券に絡み、絡みやすいというデータもありますけども、ただあまりにもね、その後ろから行く馬が結構多いんでね、その、ドリーム、 キラリはまあ、と、一と間違いなく逃げると思うんですけども、ただそれ以外の馬たちはそんなにね、先行する馬も,もいませんから、先行が不利だ不利だと言っても、もーギンが3番手から勝ってる年もありますので、まあある程度ね、本当にめちゃくちゃスローになれば、やっぱり前目のポジショニングが少しでも取れてる方が有利になるわけですのでね、その点ミッキーワイルドはね、 あの上がりももちろんそれなりの足も使えますし、ポジショニングもそこまで極端に後ろから行くタイプではないのでね。だからそういった点で展開にも恵まれる可能性があるということで、まあ人気には多分なると思うんですけども、まあ、デムール騎手がね、まあモーニンの時勝ってると思うんですけど、だからモーニンみたいな競馬でね、この馬が勝ってもまあ不思議ではないのかなという感じでね、この馬もやっぱりあの上位争いはできる一頭なのかなと。 いうふうに思います。はい。続きましてが、モズ・アスコットということでね、まあ、この馬がダートレース出てきたんですけども、まあ、ただね、この馬が初ダートなんですけども、まあ、初ダートでね、その絶対来ないということは言わないんですけども、ただ普通に考えて重賞レベルだとね、まあ、ないんですよね、正直。正直、その2勝クラス、3勝クラスぐらいまでだらね、その、 結構ずっと芝使ってた馬がいきなりダートに変わって構想することもあるんですけども初ダートがね重賞レースまでになってしまうとまあ私は無理かなと意外に人気になったりするんですよねこういう、まあ、やっぱり芝の重傷でね活躍してきた馬なんでまあもちろんその G1 でもねあの勝ってるわけですからその自力の能力が高いっていうのは皆さん分かってるんでね そのダートでも結構走るんじゃねえかということで意外に人気になったりするんですけど大概こういうまあ来ないんですよねですので私はんまあどうかなとまああんまり積極的に買いたくないかなとしかもまあルメール騎手が乗るみたいなんでねまあ人気もそれなりになっちゃうんじゃないかなというのでまあその辺は嫌だかなという感じですねで続きましてヨシオということでねまあヨシオはね前走久々に1200メートル お2016年以来ですかね2016年のこの12月25日以来に久々に千2 0 0キを使ってね、まあ、勝ったんですけどもまあだからねその距離が短いのは別に問題ないんですよ正直だからこのずっとこの1800メートルとか2000メートルとか使ってたっていうのは間違いなくこの馬には適性があってなかったんですよねで前々そう1800メートルに逃げたレースをした後に 前走戦略を使ったということで、まあ、いい、なんていうのかな。その、刺激を与えてですね、前前奏のシュワスステークスで。馬にかなり、その、前向きさを出した状態にしといて、前走奏戦略で短縮して、それがうまくはまったと。調教もめちゃくちゃ動いてましたので、前走は。ですので、まあ、うまくはまったんですよね。この、二つをワ、ね、ンセットみたいな感じですよね。前前奏で逃げた競馬をさせて、 それが前走の1200の距離短縮の短い距離でもうまくはまったと。馬のやる気を、ね、出させておいて、やっぱり前走の記憶をたどって走りますので、1800m 逃げたという競馬をしたことが絶対にで、前走の 1200m のレースに生きているわけですよね。この3番手から競馬ができたというのは。でもちろん短い距離ならいいとは思うんですけども、ただ、まあ、この馬もね、間違いなくその上がりの足はある程度、 あの出せるタイプではないのでね、傾向からいけば間違いなく無理と。当然ね、前走の距離短縮度の激走なんでね、その後にもう一回というのはですね、さすがに酷かなということで、今回は厳しいと思います。はい、続きましてがワイドファラオということでね、このワイドファラオが果たしてどこまで人気になるのかなということなんですよね。金量は5 8キロということで、決してね、恵まれてはいないのかなと。 このまま筋量58キロで一回も走ったことありませんので、ちょっと58はね、うん、厳しいかなと。まず筋量面ではね。ただ私はずっとですね、常々このチャンピオンズカップの時の,あのメンバー考察とかの時でも言っていたんですけど、おそらく1400メートルぐらいのがいいんだよと。結局1600メートルのこのユニコーンステークスでもね、前半3波三33秒9というあのスピードを見せてね、 まあ足抜きがいい重馬場,場だったにしてもですよ、その33秒9で行って、まあ、逃げ残ったということで、かなりスピードは高いんですよね。で、まあ、その後ね、あのまあ、裏場の 1400m2 着で、まあ、1400m でもやっぱり良かったんだなと。で、1008に出てからやっぱりね、距離が明らかに長いような負け方なんですよね。うん、どうしてもやっぱり、 この一ハロンのね、1600メートルま,あ、のま,まあれは対応したけども、やっぱ1800メートルになると一気にそのね、ガス欠を起こして垂れてしまうということなんで、私はこの1400メートルになることはプラスなんですけども、なんですけどもね、ただこの馬ままもその速い上がりを果たして使えるのかなと、た、うん、めてその、いいタイプの感じがしないんですよね、結局。 その、ミヤコステークスは結構、まあ5着でもね、まあ離された5着ですけども、まあかなりのね、ハイペースの中行って、で、先行した馬たちの中ではかなり粘ってる方なんですよ、これは。見てもらえばわかるんですけどね、結果を。ですので、その1400メートルというペースの、速いペースにあの対応できる、その心配能力的な部分はもちろんあるんですけども、ただ、東京の1400メートルだとやっぱりある程度の瞬発力がないと、 バゲン圏内に来ないところを見ると、私はちょっと違うのかなと適性が。1400メートルの距離はいいんですけども、もう少し上がりのかかって、もう少し前傾ラップ気味の1400メートルの方がいいんじゃないのかなと、いう気がしますので、だからやっぱ小回りの裏とか比較的私は合ってたと思うんですよね。だからノボワイルドっていうのは裏話の1400メートル非常に強い馬ですから、 まあこの馬にはまあもちろん勝てなかったっていうのはもうしょうがないとは思うんですけども私はその上がりが求められる質のベクトルではないのかなと距離は合ってるんですけどもねただどうしてもこの馬はどこから競馬するのかなっていうのはちょっと見えにくい部分がありますのでその逃げるのか前から行くのか意外に1400メートルだとじっくり溜めて乗る可能性もありますからね で実際1400メートルじっくり溜めて乗って末足が使えるかどうかっていうのはまだ確認できていませんので、まあ未知の部分があるんですよね。だから人気ですよね。だから人気が意外にあるのならば私はまあ別に無理に買う必要はないかなと。人気がないならばですね、まあ抑えてもいいのかなという感じですよね。うん、だから、まあヘニーヒューズ3区なんでね、まあリフレッシュ。 まあ、した後の方がいいんですけども、まあ、12月1日から2月なんで、まあ、それなりに間隔を空ける、開けてるんでね、まあ、うまく調教が動いて状態が良さそうということが判断できればですね、まあ、もちろん一発あっても不思議ではないかなと、もちろんこのまま明けね、4歳なんで、能力がね、あの、まだまだ伸びしろはある部分もあると思いますのでね。はい。で、続きましては、アンダーリーデルということですよね。 まあこの馬はね、先ほど言ったように武蔵野ステークスで1着で勝ったということでね。まあベストは戦独だと思います、東京の。ただ1400メートルでもね、まあ一応3着馬券圏内に来ていますし、まあこの馬もね、上がりがしっかり使えるタイプということで、まあ特徴には、傾向にはまあ合ってるかなと。まあ前走はね、私結構まあ期待して馬券には組み込んでいたんですけども、 まあやっぱり1800メートルのコーナー4回というのはね、まあこの間には合わなかったかなということで、まあ、前走の負けはね、特に、まあ、あのね、マイナスにする必要性はないかなと、今回には向けてね。んただ、まあ16がベストなんでね、14が、かんあのこの馬が最大限のパフォーマンスが出せるかと言われますと、まあそこはね、ちょっと疑問符がつくのでね、 この馬もどれぐらい人気になるかなんですけども、まあ、武蔵野ステークスの内容が非常に良かったんでね、まあ、かなり人気になってしまう可能性があるんで、まあ、この馬からというのはちょっと厳しいかなと。まあ、でもやっぱり、東京の1400メートルは、ま、やっぱ抑えなきゃいけないのかなというふうな気がしています。まあ、去年はね、5番手からの競馬で、まあ、ま、 ご着なんですけども最近の内容を見てると、やっぱりじっくり乗った方がいいっていうことがもう分かってますのでね、この内容を見てるとね。ですので、まあおそらく差しに回ると思うんで、去年みたいなことはないと考えたら、やっぱりこの馬もね、まあ、上位争いはできる一頭かなというふうに思います。はい、ということでね、ここまでがまあ現状の出走予定てか出走できる可能性のある馬なのかなと。 まあ、あと、帝王ヘリオスがね、あのー、そうですね、帝王ヘリオスが、ま、いますけども、ま、あオーオヘリオスはね、前走まあ、人気薄でね、激走した後なんでね、まあ、うまくハマったかなと、位置取りがね。まあ、テーヘリオスはちょっと、まあ、ま、あ今回のジェギ J 技クスの傾向からすると、ちょっとね、上がり的にも厳しいかなと、そこまで早い上がりがね、安定して使えるタイプではないのでね、まあ、このままちょっと厳しいと思います。 はい。ということで、まとめなんですけども、まあ、前に行く馬がね、そんなにいないんで、まあ、人気どころだと、結局ミッキーワイルドが比較的前目のポジショニングなのかなと。で、それなりに前目のポジショニングでも上がりが使えるということでね、まあ、ミッキーワイルドはまあおそらく、まあ、高勝負なのかなと。あとは比較的ね、人気どころは後ろからじっくり乗るタイプが多いですので、まあ、コパのキッキングの位置取りでもね、比較的人気どころにしては前目のポジショニングになる可能性もあるので、 まあそう考えるとね、まあ、人気どころで、あの、ある程度の能力のあるまで、まあ、決まるかなと。まあ、全くそのね、人気のう薄からね、あの激走というのはちょっと厳しいかなという感じはしています。はい。まあ、最初に言った通り、コパルキッキングの時に言った通り、コパルキッキングは、その去年と、 してきた競馬の流れが違うよと。去年はずっと追い込み競馬をしてきた後の流れできたけど、今回はずっと逃げ先行の競馬の流れできてるから、去年勝ってからといってね、まあ、過信はできないよということがま,あまとめですね。はい。ということでね、このネギシセテクス、X、の最終見解はですね、土曜日の夜の方に動画の方を作ってあげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、 今回の動画はですね、今週日曜日に行われます、東京第11レースのネギシステクスのメンバー考察ということで動画の方を作りました。以上です。